どうもこんにちは、ザルです。今日はコラボとしてこちらのラメリーさんに来ていただきました。はい、どうもラメリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鬼畜ステージです。恒例のやつですね。まあ1年に1回はやってますね、これ。まあ確かに、この日は4年目なんで、ね、本日はロボットです。はい、僕のチャンネルでピットの鬼畜ステージやってもらったんですけど、やってもらいました。はい、まあ、それはちょっと僕のチャンネルに見てください、はい、こちらはロボットやっていきます。どうぞ。こちらがロボットの鬼畜ステージーということで、今ザクレイさんがいるところがゴールです。ふむ。はい、ほう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 。これは、ちょっと駒は届かないですね。まあまあ直接行きますか。直接殴るしかないと思うんですけど、正直ね、これ覚えてないんですよ、これ。あんまり。はいはいはい、これむずいぞ、普通に。なるほど。ロボットの技だけでね、いけるはずなんですが。なるほどね。なるほどね。何回やるじゃん。やっぱりね、下の方に爆弾があるっていうのがちょっといやらしいですね。確かにいやらしいですね、うん、はい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 。見てる人には伝わんないんですよね、なかなかね、この難しさっていうのが。あー、はい、これ、はい、復活する前に、はい、行く。そして、やべえ、おっと、おー、大機関門突破。なんだ今のは。これはですね、攻撃上がりもしくはその場上がりだと即死亡っていうギミックなんですけども、まあ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 、一応ジャンプでも、まあ、いけましたね、一応ね。いけましたね。いけましたね。風が吹いてるんでジャンプちょっと危険な選択肢なんですけど、まあ、回避上がりだと確率に上がれるっていうね。はいはいはい、はい、気をつけないといけないですね。なんでだよなんでだよ。景気づけに、ケーキ漬けに殺されてたまるか。ケーキ漬けにね。いやでもここはもう大丈夫です。まあ今技があります。あ、そうですね。あれ、横尾そこじゃないっすね。いやいや違う違う違う、バグったって今。バグったバグった。亡き崖を掴もうとしたって言いましたけど、バグったシステムエラー、ロボットの。まあまあまあ、ここは一旦様子見。はいはいはい。いやもう、この10ストックで終わりますよ。悪いけど。2回目の10ストック。これが、今ですね、また逆になってしまったんで、9ストック死んだ状態。まあこれが実質今10ストック目ですね。いやもうね、いきます、これは。はい。10ストック目なんですけども、その場上がりや攻撃上がりは死にます。ちょっとね、風が吹いてるんで B ボタン連打するというかね、このこれちょっと頑張らないといけない。おいー、さすがにね、分かっていればと、分かっていればいうやつですね。そうっす、そうっす。自動するします、します。起爆して、そうですね、3秒なんで、はいはいはい、ここは関門じゃないですね。次が、第2関門って感じなんで、ちょっと下見ていきますか。確かに、まあ、樽があって、まあ、ここに入るのかなという感じで、なっておりますので、まあ、樽のすぐ下に爆弾があるのと、まあ、ここの真下に樽があるのとみたいな感じです。普通にこうで、ね、うわー、はい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 、第二巻も一発突破でございます。はい、っていうかもう、もうクリアじゃないですかこれ。僕ちょっとさ、これって下からいけるかね。なるほどね、ロボットだったら下から行けると。全然行けるとね。ちょっと行ってみると、ね、でかっ、判定でかっ。そうなんですよね、ちょっと判定でかいですね。え、あー、風が吹いていた。下から行けないように風が吹いていた。見えなかったって今。見えないようにしてますよ。なるほどね、そりゃそうよ。まあまあまあ、はい、ということでストレス発散タイムなんですけども、はい、ワープ終点に来ていただきました。ワープ終点と、はい、まあルールはね単純で、まあ普通にこの3秒でからね、端っこにワープするってだけですよね。そうっす、まあ大体3秒ぐらいで復活するワープがこう端っこと端っこにあると、はい、なんでもう距離をねこうすぐにこうリセットすることができますよと。なるほど。で今回やっぱこのルールを聞いて何だけなら強いのかと考えた
考えてきました私。あと芝くために、芝くためにこのルールを勝つために。わかりました。私用意しました。このリドリーでやっていただきます。じゃあ、ね、残り20秒でじゃあやっていきますか、はい、そこにいますけども、このルールの穴ついてるスタート。こいっ、何やねん、ほら分かってる。当たるわけないからね。いや普通に読んできたな、普通に読まれてるな。これね、あっ、うわ、いやこれが、これがワンペシューテンのダメージ、4倍ぐらい入ってるからダメージ。リドリーのそれがあったか、それがあったらこの、あっクソ、一回入るか、一回入る。あっ、おい、ちょっと自分で作ったステージまさか。ちょっと待てよ待てよ、待て待て、よっしゃ、これがやりたかった。思ったより早い、思ったより早いぞこれ。よっしゃこれ、これがやりたかった、マジで。やるじゃねえか。あー呼ばれたこれ面白い。なるほどね、このステージ面白いですよね。確かにおもろいですね。はい、おもろいって言うのはちょっと銭亀だな。銭亀だな。もう一個あります。一応もう一個、もう一個ステージあります。はい、なるほどなるほど。超久々に、ね、もう一つのルールが、はい、これなんだ、謎のステージに誘われたか。はい、こちらですね。ピンボール終点と言いまして、おいおい、この今ちょっと一瞬見えたんですけど、死ぬのが運になってます。死ぬのが運、まあ、最初はね普通に戦っていきますよ、普通に、普通に戦う、普通に。やばいやばい、これは俺のも、俺でもザクレさんに勝てる可能性がワンチャンあるよっていうステージです。いや待ってるわけがない。あのマジでもう無理、無理かもしれん。はい、よしよしよし、はいはいはい、おい、やばいやばいやばい、よし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 、あー、はい、これ、やばい、死にませんでした。はい、これワンチャン死ぬ可能性があります。そう、これね、どこでどう出るか、いけいけいけ、出れるか、これ出れるか、これ出れるか、あーあー、まずこれね、完全運になってます。なんだよ、このステージ。早く、早く見せたいよ、みんなに。あー、ピンボール、いや、これね、俺まだまだ大丈夫。そうよ、いけいけ、あー、でもね、帰ってくるんだ。そうっす、これ、いや、大丈夫。これね、上はね、そんなにあれなんですけど、下に行った時に、ちょっと早いなっていう。あ、ちょっと、あ、来たー、来たー、はい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 、あー、おいおい、早いなー、早いなー。あー、まじ、いけ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 、これ猿に入った、あー、オッケーオッケーオッケー、結構耐えるんですよ、耐えるね、結構耐えるんですよ。俺、行け、あっ、あー、自分で行け、行け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 、じゃあはなる、俺、よくできてる。なるほどね、結構しぶとくいけるんですよ、これ。もう、しなかいよ、待て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 、行ってこい、おい、ボロ負けだって。俺も行く、俺も行く、あーボロ負けやんけ。何が終点なんだこれは。いや、ありがとうございました。そうなんですよね、ちょっと判定でかいですね。え、あー、風が吹いていた。どうしようかな、お前やっかいかな、やっかい、問題できるかな、できんねんね、僕はさ、体が。さあ、ただいま13ストップ、惜しいいやー、なん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 、ちょっとこういうの増えてくるし。ああ、ね、ああ、ああ、やっぱね、ちょっと普通にああいうのに引っかかるので、ね、ナチュラルにグツって何も言えなくなるっていう罠が存在するこのゲーム。え、ちょっとミスの間違い、悔しい、ここでミスの悔しいぞ。なんなら、もうすぐ20ストックいきますね。あおい、崖つかまりあってよかった、やつセーフセーフ、よいしょ、足下にね、爆弾が出ていく。さあ、ラスト関門、ラスト関門で今詰まってます。ここさえ行けば、ここさえ行けば、あー、来たー、17ストックでクリアいたしました。いや、まあちょっと思ったよりは死んじゃったけど、まあまあ、いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。では。